かつてグラビアで大ブレイクした山田まりやさん、最近ではめっきりお姿を見かけなくなりました。現在では干されたのではとの噂もありますが、一体どうされているのか気になったので調べてみることに。山田まりやさん、1980年生まれの40歳、愛知県名古屋市に生まれ、芸能界デビューのきっかけは1996年初代ミスヤングマガジンのグランプリを受賞し、フジテレビビジュアルクイーンオブザイヤーに選出されたことでグラビアアイドルとしてデビューしました。抜群のスタイルで世間の男性の額に膨らむハートをぶち抜いただけでなく、その明るく好奇心旺盛なキャラクターと鋭いツッコミや笑いを誘うストレートな発言で多数のバラエティ番組などで活躍し、ウルトラマンライナやはぐれ刑事純情派、 NHK 朝の連続テレビ小説スズランで女優としても存在感を発揮しました。グラビア出身というだけで世間では大きなバストにまだ偏見もあった時代でしたから、山田まりやさん本人は一刻も早くグラビアの仕事を早く辞めたいと考えていたそうです。しかし若くてこれだけの美貌ですから、当人の気持ちとは裏腹に期せずしてグラビアアイドルの先駆者となってしまった山田まりやさん。テレビでもお色気担当として扱われることが多い状況に困惑していたそうです。しかしそんな不条理を感じる状況でも、必死でしがみついてでも芸能界で頑張る必要があったのです。そうせざるを得なかった本当の理由が凄まじいものでした。実は両親は山田さんが高校入学と同時に離婚、その理由は父親の DV だったのです。その上母親は病気がちだったそうで、離婚後は東京に移り住みますが、その時同居していたのは母親だけでなく、なんと10歳も年下の弟との2人だったのだとか。山田まりやさん、言わずもがな生活が厳しかったため高校を中退した上に自ら芸能事務所に売り込みをかけ、イエローキャブに所属して、その後は病弱な母と幼い弟を養うため若干16歳でグラビアアイドルとしてデビューし、家族を路頭に迷わせないがためにがむしゃらに働いてきたそうです。とても複雑な家庭環境で育った山田まりやさん、実は好き好んで芸能界に入ったわけではなかったんですね。その明るく威勢のいいキャラクターも実は生きていくために作り出したものだったのです。どういうことかというと、浮き沈みの激しい、ともすれば生き馬の目を抜くような厳しい芸能界ですから、飛び込んだ時の弱みもあって事務所をクビになるのが怖くて、自分の居場所を確保するのにただただ必死だったといいます。バラエティ番組では爪痕を残すために先輩タレントにも威勢のいい言葉で突っ込まざるを得なかったのだとか。無我夢中の彼女はやがて1年間に8日間しか休みがないほど雑誌やバラエティ番組に引っ張りだこの売れっ子になったのです。それだけでなく、サンデー毎日身長45にエッセイも連載していて、単なるバラエティタレントではなかったんですね。2004年には事務所の分裂騒動が勃発し移籍、2007年にはセミヌードを披露し、その中でも特に世間の男性たちを奈落に落とした事件としては、ウルトラマンライナで共演していたつるの剛士さんとの交際のスクープがありました。常に話題には事欠かないほど華やかな芸能人生の真っただ中で、突如彼女を悲劇が襲います。十数本のレギュラーを持つようになった山田まりやさん、過密スケジュールの影響により食事のバランスや精神的にも辛い状態が続いていたそうです。
食レポもやるようになり、体重がみるみる増えていったのです。番組の打ち上げでは、お酒のみならず、ケーキなどのお菓子まで食べて、ついに体が悲鳴を上げ始めたのです。吐き気と下痢、便秘などの体調不良が常態化して、そのせいでいつもイライラしていたそうです。そんな中、ある舞台の千秋楽の前夜、ついに彼女は倒れてしまったのです。その時は急性虫垂炎との診断でしたが、手術後も体調は戻ることがなく、退院後初の食レポの途中で、またしても腹痛、吐き気、悪寒で倒れ、その時に下された診断がまさかの難病だったのです。その病とは、クローン病。この病は大腸や小腸をはじめとする消化管に原因不明の炎症が起こる病気で、原因が不明であるために完治が困難な難病なのだそうです。ストレスが一番良くないと言われ、友人と旅行に出かけてみたものの、2日目に胃と背中の激痛で身動きすら取れなくなったのを見て、ゴッドハンドと呼ばれる鍼灸師を紹介してくれたのだとか。山田マリアさん、そこでいきなり3日間の断食を言い渡され、体中に針を打たれたんだとか。すると3日目には背中に羽が生えたように、嘘のように体が軽くなったのだとか。このことをきっかけに彼女は食養生について学び、結果9キロのダイエットに成功しただけでなく、マクロビオティックセラピスト、薬膳インストラクター、中国漢方ライフアドバイザーなどの資格も取ったのだそうです。その後は精神的にも安定し、心が折れることもなくなって、仕事にも本格的に復帰し、25歳の時には年間5本の舞台に出演できるほどに回復したそうです。良き友人にも恵まれたことで、九死に一生を得た山田マリアさん。症状が収まり始めた2008年、共演し意気投合した舞台俳優の草野徹さんと結婚します。結婚当時、山田マリアさんが28歳、草野徹さんは40歳の12歳差。結婚にまで至った理由としては、10歳下の弟が高校を卒業したことも大きかったのだとか。そして2012年、男児をめでたく出産。その出産方法が少しユニークだったことが話題に。それは親友や先輩の15人が助産院に駆けつけて立ち会うというパーティー出産をしたからだそうです。ですが、あることが原因で再び SNS で話題となってしまったそうです。それはお子さんの名前でした。宗則くんと発表されるや、日本の三大怨霊の一人である崇徳天皇と同じ漢字であることで不吉すぎると話題になりましたが、今では元気に YouTube で親子共演をしていますね。山田マリアさん、現在は舞台を主軸に活動されているのだとか。2017年は浜優子さん座長の舞台審判喜劇浦井デカ亭主売りますに出演。2019年にテレビドラマでは歌舞伎町弁護人凛花への出演がありますが、メディアでの露出が減ったのは事実。その反面、文筆業は好調のようで、2014年デビュー20周年には食事を変えたら未来が変わったを出版。2017年には共著で、その生活がガンなのですや、オルオルハワイを出版しています。こうして見てくると、子育て中ということもあって、単にテレビよりも時間に自由がきく、執筆活動や舞台にシフトしただけ、ということではないでしょうか。それ以外では、ヘアドネーションに取り組んだり、潰瘍性大腸炎やクローン病を指す、IBD 炎症性腸疾患を理解するための、イベントにも積極的に参加しているそうです。単なるグラビアアイドルやママタレではなく、その辛い生い立ちや芸能界での困難や、
難病を乗り越えた山田まりやさん。幸せで彼女にしかできない活動がこれからも続けられることを陰ながら応援したいと思います。